せしました。この最新鋭のスタジアムでいよいよ新たなサッカーが始まろうとしています。全日本対ドイツ、ここビクトリーロードスペースが未知なるサッカーへ挑む選手たちを待ち望んでいます。両チーム向かい合い、早くも選手たちの気合がぶつかり合っているようです。何が起こってもおかしくない、その期待感が選手からフィールド全体へ広がっていくようです。それでは両チーム、さあ激闘の幕が開きました。ヒューガ君、ここは勝負を避けた。ここはパスに切り替えた。パスを回す。ニーカ君、センターラインを越えて攻め込む。ジャンプ1番かわした。体ごとぶつかっていく。ジゾウ君、ここは抜かせません。カルデ君、ハリエ君のほどき突破だ。ロード君、ここは抜かせません。ドイツ、チームの結束を高めていくようだ。シュートを放った。ミューラー君、ボールはまだ生きている。マーガス君、パスを回す。ソーダ君、ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス。ヒューラ君、ここでタイヤーショット。ハリー君、これをブロックに行く。強い、これがミューラー君だ。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。ハイネ君、妖精のように回った。これが妖精のプレーだ。パスを出します。パスを回す。敵陣へ攻め込みます。回って振り切った。そんな、形でボールを奪った。ボールを奪った。パスを出します。新田君、ここはパスに切り替えた。ヒューガ君、ここは勝負を避けた。サイドに乗ったドリブル。新田君、センターラインを越えて攻め込む。ここから打ってきた。ミューラー君、これはキャッチできない。そら、翼君、激しいタックル。シュートを放った。ガクル君、ここは抜かせません。ドイツ、前方の相手をダウンさせていく。正面への強烈な攻撃だ。全日本、ここは戻りながらのディフェンス。止められない。シュナイダー君、横にかわして突破。ハイファイヤー、必殺のシュートでゴールを狙う。このシュートに反応している。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。シュナイダー君、シュート。松山君、ボールを追った。カルツ君、ボールを奪うことができません。ミサキ君、ここで止めた。ここはパスに切り替えた。おっと、フェイント。ヒューガ君、センターラインを越えて攻め込む。これがタイガーショットだ。ゴールを襲う。ブロックを突き破りゴール。このシュートを体で止めるつもりだ。マイヤー君、体を張ってボールを止めた。体ごとぶつかっていった。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。パスを出します。ブロックセット。このタックルは不発に終わります。国だね、ミューラー君、ボールはまだ生きている。ニッタ君、激しいタックル。ゴール前に持ち込んだ。ニッタ君、早くだシュート。ボールを捉えるか。決死のセーブでゴールを割らせない。マイヤー君、ここはクリアだ。ドイツ、相手の守備が整う前に一気に攻めたいところ。チャージで決まった。松山君、お前のものか。激しい突破だ。シェスター君、激しいタック。そんな、ハイネ君、これが妖精のプレーだ。ソーダ君、ここは勝負を避けた。ドイツ、チームの結束を高めていくのだ。ここは抜かせません。パスを回す。かわして振り切った。
敵陣へ攻め込みます。シュナイダー君、何も止まらぬ火の玉シュート炸裂だ。ああ、弾きます。シュナイダー君、ゴールを狙う。ワンの口で大きく蹴り出した。ドイツ、ワッサー選手たちがあまりの高速で移動し始めました。その動きも追い切れない。横をすり抜けた。連続突破で見せます。ここから打ってきた。ジトー君、ボールを持った。ドイツ選手の足元にボールが集まった。決まった。ブートが期待できた。力強い走りです。これはゴールへの期待が高まります。ハイネ君、これが妖精のプレーだ。春山君、ここで止めた。ここは抜かせません。妖精の国にご招待。妖精のようにシュート。体ごとボールに。前半は両チームともに譲らず、後半戦キックオフ。シュナイダー君、横にかわして突破。ジトー君、ボールダッシュ成功。ここはパスに切り替えた。ドイツ前方の相手をダウンさせていく。正面への強烈な攻撃だ。シュナイダー君、ものともせず突き進む。石崎君、ここは勝負を避けた。ドイツ力を貯めているようです。チームの結束を高めていくようだ。スピードに乗ったドリブル、止めたいかい。敵陣へ攻め込みます。チャンスが来ました。美咲君、ここは抜かせません。これはエンジン一撃だ。このボールに飛びつく。三浦君、これはキャッチできない。翼君、ここは抜かせません。力を貯めて強力シュート。フルダー君、ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。パントキックで大きく蹴り出した。ハイネ君、妖精のように待った。これが妖精のプレーだ。これが妖精の舞さ。マーラス君、飛び越えた。止められない。体ごとぶつかっていった。ジトー君、まさに走るダンプカーだ。パスを回す。どうだ、フェイント。勝ったな。フェイントだ。ヒューガ君、センターラインを越えて攻め込む。これが2人の力だ。いっけー。ドイツ力を貯めているようです。長距離砲でゴールを射抜いた。ああ、やったで翼。シュナイダー君、素早く横に飛ぶ。敵陣を切り裂く。シュナイダー君、ボールを浮かせ、早くアーチを組み上げた。これはさらに威力を増したファイヤーショットか。若林君、横に飛んだ。シュナイダー君、世界一のストライカーは俺だ。ヒューガ君、ここはパスに切り替えた。ドイツ力を貯めているようです。美咲君、ここは勝負を避けた。力強い走りです。これはゴールへの期待が高まります。チャージが決まった。かわして振り切った。何、シュナイダー君、ここはパスを出した。鮮やかなジャンプ。マーナス君、連続突破で見せます。秋山君、ここで止めた。チャージが決まった。またファンが増えちゃうな。シュート、いっけー。秋山君、これをブロックに行く。これはブロック失敗だ。若林君、ボールはまだ生きている。さあ、ボールを落としたら、タックルが炸裂。時計はすでに後半の15分を過ぎています。さあ、今日の決着まで残すところわずか。と、止めた。松山君、ここはパスに切り替えた。ドイツ選手たちはあまりに高速で移動し始めました。その動きも追い切れない。新田君、ここはパスに切り替えた。前方の相手をダウンさせていく。正面への強烈な攻撃だ。パントキック、どこまで運べるか。
ボールを奪った。ドリブルと見せかけてパス、これは勝負を避けた。パントキックで大きく蹴り出した。マサオくん、ここで奪った。ドリブルと見せかけてパス、キュー、フィールド、これがタイガースブッター。これはキャッチできない。マイヤーボールを持った。これだ、チームの結束を高めていく。前だイエスター君、ロングパスだ。なんだと、かばして振り切った。タックルが炸裂。ヒューガ君、センターラインを越えて攻め込む。あっと奪い返した。翼君、ここからチャンスを作れるか。ボールを奪った。マサ君、ボールダッシュ成功。モラタコとぶつかっていった。翼くん、このパスをカットします。ニッタくん、ここは勝負を避けた。ヒューガくん、フィールドをタイガーショットだ。このシュートを体で止める。ブロックを突き破りゴール。マガツーくん、シュートの勢いも体で止めました。シュナイダーさん、シュナイダーくん、おやつをかわしてきた。体ごとぶつかっていった。一気に抜き去る。敵陣を切り裂く。よし、早くのシュートだ。弾いた。パスを出します。あと奪い返した。くそ、翼くん得意のヒールリフトで抜いた。やった、ハネソリタックル。ドイツ選手の足元に強力なシュートが期待できた。あっと奪い返した。翼くん、センターラインを越えて攻め込む。